皆さんこんにちは。スクイズ速報です。今期フリーエージェントとなり、去就が注目されていた大谷翔平選手、先日10年7億ドルの史上最高額となる契約でのドジャース入りが決定しました。衝撃的なニュースで世界中で話題になった大谷選手のドジャース入り、その裏では衝撃的な事実があったというのです。一体何があったのでしょうか。そこで今回は大谷選手の入団の裏側についてご紹介していきます。米大リーグで今オフ最大の関心事となっていた大谷翔平選手の FA 移籍か残留か、多くのファンの中で予想されていましたが、結果はドジャースへの移籍でした。先日10日に本人がインスタグラムで移籍を明らかにし、米国の各メディアで10年総額7億ドルという巨額契約が報じられています。これは MLB 史上最高額と言われており、単年で見ても110億の年俸となります。直前まで様々な情報が錯綜した結果、誰もが驚く史上最高額の10年7億ドルでの契約が結ばれ、しかもそれを大谷選手自身がインスタグラムで電撃発表。これはかなり衝撃的なニュースとして瞬く間に世界中で話題になります。その一方で、この入団の裏側には衝撃的な事実があったというのです。まず事態が動いたのはウィンターミーティングが終了した現地の金曜日でした。この日米国では終始大谷選手の情報が錯綜しており、まず MLB ネットワークの敏腕記者のジョン・モロシ氏が24時間に決まりそうだと第一報を打ち、ドジャースの専門サイトのドジャースネーションがブルージェイズと契約すると断定的な記事を出し、 ESPN など複数のメディアがまだ決まっていないと否定。次に大谷選手がトロント行きのプライベートジェットに乗ったとの情報を錯綜します。前室のモロシ記者もトロントに移動中とその情報を肯定しますが、 USA Today のボブ・ナイチンゲール記者がトロントに行っていない、大谷は南カリフォルニアの自宅にいると否定。結局その日にモロシ記者が誤報だったと X で謝罪するという異例の事態が起こったのです。ドジャース入りが決定した後の MLB ネットワークの番組内で、ニューヨークポスト紙の敏腕記者であるジョン・ヘイマン記者はこの間の動きを振り返り、昨晩の段階でドジャースは彼と契約できるとは分かっていなかった、彼らが大谷を獲得できるチームは自分たちだと分かったのは昨晩のとても遅くが今朝のどちらかだった。私の理解として契約の最終候補はエンゼルス、ブルージェイズ、ドジャースの3チームだった。ブルージェイズは明らかに獲得に関わっていて、エンゼルスも同様だった。そしてジャイアンツとカブスもファイナリストと呼べると思うと明かします。なんと大谷選手の移籍はドジャース側も知らなかったというのです。ドジャースが金曜日の段階でギリギリまで獲得を確信していなかったとの情報はスポーツイラストレーテッド紙も追随しました。同紙は金曜日に大谷の契約が目前でブルージェイズとの契約に向かっていると報じられた。この報道は完全な誤りだった。しかしドジャースは知らなかった。彼らは金曜の夜に不安な空気の中でミーティングを開いた。ブルージェイズとの契約の噂が誤りという可能性が高いと判断されたが、それでもドジャースの幹部には懸念が広まったとし、ドジャースが金曜の夜に緊急ミーティングを開いた事実を明かします。ドジャース幹部の一人はその金曜夜の緊急ミーティングについて、わからない、それが表現する上でベストな形だ、我々にはわからなかった、余裕などなかったと振り返ったといいます。またとある球団の幹部は、ドジャース入りは誰もがこのように終わるだろうと思っていたことだ、ドジャースは高校時代から彼を狙ってきた、しかもエンゼルスと同じ町のチームである、他の球団はどこもドジャースのおとり役をやりたくなかった、ドジャースのやり方はいつも必要となるまで動かないこと、私は飛行機に乗ったという情報がうまく作用したと思うと話しています。ブルージェイズと契約すると
結果的に誤報を報じたドジャースネーションは、複数の情報筋の話として、私たちが大谷がブルージェイズの最後のオファーを受け入れたと伝えた金曜日の段階では、10年7億ドルのドジャースのオファーは用意されていなかった。ドジャースの大谷への支払い額は1億ドル程度大きく上げられたと考えられる。大谷サイドはドジャースに他球団のオファーにマッチするかそれ以上のものを出せるようにギリギリまで時間を延ばしたとの情報を伝えています。またメッツの大物オーナーであるスティーブ・コーエン氏はスポーツメディアのジ・アスレチックの取材に答え、大谷の代理人は私に個人的に一度も連絡してこなかった、それが多くを物語っているとの事実を明かしました。大谷選手はヤンキース、メッツといった東海岸のチームを候補から外していたのでしょう。メジャー挑戦時にも地区にこだわりを見せていた大谷選手、どちらも名門チームですが、やはり場所というのは大谷選手にとってかなり重要なポイントだったのでしょう。だが一方で前出のスポーツイラストレーテッド紙は、大谷選手がドジャース入りを決断した決め手は1日にドジャースタジアムで秘密裏に行われたフロントとロバーツ監督との面談にあったという裏話を伝えています。ロンスポの取材によると、大谷は球団に選手育成の哲学とマイナーリーグシステムの状態について質問したと言います。ドジャースのマイナーシステムは MLB 公式サイトで2023年シーズンを通して球界で6番目にランキングされるという高い評価を受けていました。一方で同じくフロリダのキャンプ地を訪問して面談したブルージェイズのマイナーシステムの評価は25位でしたが、 RONSPO はこれについて、大谷はなぜマイナーリーグについて質問したのか、もし大谷が次の10年もしくはそれ以上の長期契約をすることになれば、彼は次のチームが継続して勝てるかどうかを知りたかったのだ。彼はエンゼルスでプレーオフを毎年10ゲーム差かそれ以上のゲーム差で逃す6年間を過ごしてきた。大谷選手はヒリヒリした9月を戦えるチームを求めていました。だからこそワールドシリーズを7度制覇し11年連続でポストシーズン進出を果たしている。ドジャースの強さの秘密と10年契約の間に勝てるかどうかを知りたかったのです。ロンスポはドジャース関係者は面談について良い感触を持った、もし大谷が継続的な成功、毎年のポストシーズンの可能性を求めていると彼らが見極めたのであれば、彼らはトロントよりも良い選択肢になり得た。ドジャースは3度のワールドシリーズを含め11シーズン連続でポストシーズンに進出していた。この間に意味のない試合は一度もなかった。ブルージェイズはこの11シーズンで5度プレーオフに進出したが、1993年以来優勝を勝ち取っていないとしています。大谷選手はとにかく勝ちたいという思いが強い選手です。それは今年の WBC での世界一を経てより強固になったのでしょう。そしてドジャースは戦術の実績に加え、その成績を維持できる育成戦略のシステムを持っています。それは戦術した11年連続でポストシーズン進出という成績が物語っているでしょう。この点も大谷選手の決断を後押ししたのでしょう。ですが大谷選手がドジャース入りを決断したのはただ勝てるだけではないと思います。ドジャースの上級幹部の一人は、ワクワクするものだった、彼は最後の1ドルまで追い求めるよりも快適さに重きを置いているようだった、彼は最高額を最高の契約としているようには見えない、そして次の10年で最もプレーオフのチャンスを探しているとすれば、我々の成績がトロントよりも明らかに有利だったとコメントしています。ドジャースと日本人選手は関わりが深く、日本球団の読売ジャイアンツとも関係を持っています。異国の地でストレスも多いであろう日本人選手のサポート能力は高いでしょうし、快適さを求めているのであれば古巣のエンゼルス同様にドジャースはいい環境と言えます。また大谷選手は年俸の後払いを申し出ています。これは契約が毎年のポストシーズンの争いを続けるドジャースの妨げにならないようにと、贅沢税の軽減に配慮しての異例の契約でした。この事実からもドジャースで勝ちたいという
大谷選手の意図が見て取れます。同時にいい選手の補強、特に先発人の補強にも当ててほしいという思いがある様子。後払い金額は7億ドルの半分以上に至るといい、ライバル球団の幹部によれば現時点で贅沢税にかからないための年俸は5000万ドル程度となりますが、ドジャースは大谷選手の加入によるスポンサーやグッズなどの付随収益が1年で2500万ドルは見込まれるといいます。個人としては数々の偉業を達成した大谷選手、しかしポストシーズンという大舞台への出場はなく、ファンもそこは気にしている部分でした。二刀流という前代未聞の起用で誰しもが認める活躍をしている大谷選手、決断時にはドジャースも知らなかったという衝撃の事実こそありましたが、双方にとってはいい契約となったことでしょう。新天地のドジャースでポストシーズンへと行き、大舞台でも二刀流として活躍できるのか注目が集まりそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。